セカンドモデルが出ます。セカンドモデルがいいんですか、そんな情報。いや今ね、こんにちは、クライミングチャンネルです。今日はクライミングシューズメーカーペルアドラの川口さんにお越しいただきました。はじめまして、川口です。どうもよろしくお願いいたします。まあ番外編なんですけど、はいはい、日本クライマーメーカーっていう企画で一応やらせていただいてるんですね。あ、そうなんですね。すみません、クライマーメーカーに。いやでも一応クライマーではメーカーではないですけど、メーカーですけど、メーカーですね。その基本的にはそのクライミングチャンネルのインスタグラムのアカウントで取ったアンケート の、はい、どういう質問したいですかっていうアンケートの回答をもとに、はいはい、今日もいろんなことをお聞かせ願えればと思うんですけど、はい、よろしいでしょうか。はい、OK です。ありがとうございます。じゃあ早速シューズメーカーになられた経緯というのを。経緯のきっかけは、はい、その僕2013年からクライミングを始めたんですけど、はい、まず道具から入るタイプなんで一回クライミング楽しいなと思ってすぐ買いに行ったんですよ。クライミングシューズを、はいはい、マットロックさんだったかな、はい、を買ったんですよね。見た目で選んで確かに見た目がかっこいいっつって選んで、やっぱり痛かったんですよね、まあ、そもそも今履いてもマットロック僕足型合ってないんで、まあ、当時その足型なんても知らないし、まあ、クライミングシューズ痛いっていう印象しかなかったから、まあ、それを我慢して履いてたんですけど、それ履き潰したのかな。でテスタロス履いたんですよ。名前がかっこいいから。名前がテスタロスさんで、テスタロス買って、で、まあ、比較的足型は合ってたかなと思うんですけど、やっぱり痛かったっすね。あれこそ痛いっす。痛いっすよね。あれこそ痛いです。で、緩めに履くと、やっぱり、テスタロスはヒールも結構脱げるし、柔らかくて。で、まあ、そんなのずっと繰り返してたときに、なかなかこう、こっちも、かかともつま先も、全体的に、自分にしっくりくるなっていう靴がないってまず思い始めたんですよ、はい、でいろんな人に靴どこがいいんですかその靴とかいろいろ聞いてったら、結局なんかみんなどっかしら我慢して履いてる、うん、ヒール余ってんだけどとかつま先これがいいんだけどヒールはこっちの靴がいいんだよねとか、まあ、僕そのサッカーとかもやってたんで昔、サッカーとかスケボーもやってて、どうしても海外メーカーの靴を履いた時に絶対足が合わなくて、で国産のメーカーの靴履くと合うっていう現象が起きてたんですよね。まあそうですね。他のスポーツとかでね。わかりますわかります。かっこいいんだけど見た目。ナイキとかプーマとか。入るねっていう。欲しいんだけど履けない。かっこいいんだけどね。プーマなんか本当すごい細いから。そう。まあそういうの調べてって、はいはい、いや日本人の足型に合った靴ってなんでないんだろうなっていうふうな疑問がまず生まれて、で最初はなんかこうオリジナルで一足自分の靴を作ってみようかなと思った、はい、もう結構飛びますね。そこにいきなり行き着く人いないですけどね。なんかほらこう、はいはい、ワンオフって言ってこうもう本当に世界に一つだけの何かを作りますがあるじゃないですか、はい、ありますね。車の部品でもそうだけど、まあ、あんな感じで作れないかなっていう、まあ今からは安易な考えですよ。まあそんなまあ無理なんですけどクライミングシューズに関しては無理なんだ、はい、まあそっから入ってって工場を探してってしたらその靴を作る技術は持ってる工場にたどり着いたんですね、スポーツ系の、はい、そこに店に行ったんですね、クライミングシューズを、まあ、某メーカーの、某メーカーでこんなものを作りたいんですと、はい、でもちろんクライミングシューズ作ったことないしクライミングやってない人だったんで、なんとこれは何だみたいな感じだったんですけど、はい、すごくこう夢のある話だからいつちょっと作ってみますかってなって、まずそのラストが作れるかどうかから始まったんですよね。ラストっていうのは、木型なんですけど、あ、なるほど。シルエットが決まる、中にこう型を入れて縫っていくんですけど、ラストを作るのがやっぱ結構大変 でそこをクリアした時にちょっと量産が見えてきて、ほうほう、あ、これみんなに履きやすいクライミングシューズ履いてほしいなってっていうので量産体制に入ってったんですよ。あ、じゃあもうあれですね、その工場は他のクライミングシューズは作ってない。作ってないです。クライミングシューズは日本でクライミングシューズ作ってる工場ないですよ。てかそうですよね、はい、メイドインジャパンはうちだけ、国内で、そうですね、作ってるのはうちだけです。ペラドラだけです。そうです、はい、
まあいいタイミングでいい工場を見つけれたかなっていう。今そのテルアドラ K01 っていうモデルが一つあると思うんですけど、はいはいはい、あれっていうのはどんな人におすすめなのかとか、どういう想定で作られたって、ここに振り回しますか。これです。で、まあ、黒に禁止臭って、まあ、その性能の前にデザインとして黒に禁止臭ってあんまない。これっていうのはそのどういった層というか、こうどういう人におすすめ？そのまあ攻めることに疲れた人、まず。攻めることに疲れた人。もう僕はもう最初から疲れてたんで。ほう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 。もうあのストレスなく登ることに集中したいなっていう。なるほど。のがあって。まあ、昔からも本当ベテラン何十20年とかやってる方ってやっぱりこうで、まあそういうのに多分もう結構慣れちゃってて、もう自分の足の形が靴の形になってる人も結構いらっしゃると思うんですけど、そうですね、まあそういう人たちがこうセッターになってたりとかジムのスタッフになってって、もう今はサイズ大きいの履いてるんですよねっていう話も聞く時代になってきたと思うんですよ。もうちょっと緩めに履いてみたいな。まあ僕もだからだんだんその結構履いてきた靴すごい大きいのがいいですね。もうヒールかけたら脱げる。まあそれもしょうがねえなみたいな。まあそれヒール用の課題の時はまた別の靴を用意しておいてみたいな感じでやってたんで、まあ攻めることに疲れた人と、またやっぱりこう痛くてなんかストレスがあるんですよねっていう人と、あとはヒールカップ結構大きいのは、やっぱヨーロッパ系のメーカーとか、まあ、潰して乗るみたいなのが、まあ、当たり前になってたと思うんですけど、そういった余ってた人はペルアドラ履いてもらうとかなりかかとのフィット感が高くて、ホールドとかかとは結構近くなるんですよ。あ、なるほど、そういうことだったね。いやなんか結構その僕これ履いてて、うん、ヒールかけた時に生地が薄いのかなと思ってたんですけど、そうではなく全体よりかなと。生地の厚みはあの欧米のメーカーのほとんど変わらないです。生の厚みも、はい、あ、そうだ、よりちゃんとくっついてるんで空間がないから、うん、すごく近く薄く感じるのかもしれない。あ、そうだった、ね、薄くないんですよ。あ、薄くはないんですか。薄くないんですよ。ちなみにこのヒールカップあれですね、横はこのラバーソールになってるんですよね、この最後サイド。メーカー言っていいでしょ。え、いいですよ、全然。あ、これビブラム使ってるんですよ。あ、これビブラム、はい。外側からヒールかけてこうねじ込んでいくときに、ここが滑るっていう、外っていう靴が結構あるんですよ。ヒールのかけ方ってそもそもこういう力のかけ方。そう、はいはい。なんか適当なゴムじゃなくて、うん、やっぱここにどうしてもビブラム使いたくて、で、1.8 ミリの XS グリップっていう、グリップ2じゃなくて、XS グリップっていう、結構こう柔軟性のあるところで威力を発揮する、XS グリップを採用して、XS グリップの方が柔らかくて、そう、2の方が、まあ、比較的ちょっと硬い。2だからソール、そこに使ってるんですよね。ソールと、あとこの真ん中、ヒールの真ん中、モヒカンみたいな。モヒカン、これはちょんまげっていうらしいです。ちょんまげなんです。モヒカン2です。で、まあ、今トーフックする課題とかすごく増えてきたと思うんですけど、はいはい、トーフックもいい靴悪い靴がすごくあったと思うんで、トーフックも XS グリップ使ってるんですよ。結構面積あるんですけど、ここのアッパーのここのところと、はい、かかとの横が XS グリップ、はい、グリップです。で、この底はエクセスグリップ2先端としてなんで、まあ、ホールドに触れる部分は全てビブラム社の、ラバーを使ってるんですよ。豪華っすね。だから大変ですよ。大変ですよ。国産のメーカーのゴムも考えたんですけど、ちょっと製作の間に何社か国産のゴムを搭載した K01 を作ってるんですよ。ゴムってそれゴム作ってる会社ですか。もうソールを作ってる会社じゃなくて、他元ではないですか。いやでも結構作ってるんですよ、そういう。いや、そんな熱弁されるのはないですよね。真面目だから。そんな最悪面もあったから、ね、すいません。いやでも真面目な話、はい、岡本さんとか、はい、その相模さんとかって、はい、やっぱそのパッキンのゴムから、はい、あっちのゴムまで作れるっていう、はい、多様性があるわけじゃん。そうですね。これを作りたいんです、グリップであるって言ったら、もしかしたらこう、
フェルナドラに岡本が搭載される日もあるかもしれないね、マジで。これ岡本タイム。それ言えないよ。いや、裏のこの、僕は裏側じゃなくて、ケロゼロフォー本当はこう、オール国産で作りだったんですよ、なるほど、素材を。それはやっぱラバーのところでやったら叶えられなかったんで、本当にもし逆に国内メーカーの、はい、そのゴム屋とかラバーっていうのをご存知の方がいたら教えていただきたいです。じゃあペラードラの強みは、強みはやっぱ面で乗った時の粘りってすごくこう必要だと思って、僕自身ずっとテストしてるときに、そのスネアっぽく乗る、ホールでスネアっぽく乗るっていうところで滑らないのをすごい意識して作ったので、なるほど、まあ、そこに関しては絶対の自信があるんですよ、はい、でかつやっぱりその柔らかい靴で結構点乗りしたときにこうやっぱ靴が負けちゃうっていうのは結構多いんですよ、はい、まあ、もちろん脚力の問題もあるんですけど、とつま先の周りに結構補強材をちょっと企業秘密なんですけど入れてですね。あ、そうなんですか。何種類か入ってます。ここの中に。まあ、このどっかに。このどっかに入ってる。どっかに二種類ぐらい入れてるんですよ。でそうするとおうおうおう、こう、まあこう叩くと分かるんですけど、結構つま先自体は硬いんですよ。そうですよね。はい、あの靴全体は柔らかいんですけど、つま先だけ硬くなってるんですよ。そう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 。ちゃんと。だからこう、まあこう分かりますかね。まあこうベタ乗りもできて、こう点乗りもできるみたいな。でもあるところは曲がらなくなってる。そうそうそう。この辺はもう結構曲がんないと思う。ちなみにこの2のこの2ボックスは四角になってるじゃないですか、はいはい、これはあんまり他のクライミングシューズで見られないんですけども、はい、これは何でなんですか。指をこう曲げて履くのが当たり前だったじゃないですか、靴って、はい、クライミングシューズって、はい、まあそういう履き方もできるんですけど、結構この中で指を動かせるんですよ、逆にこれ上下ですよ、そうです、横は動かないですよ、はい、横は動かないですけど上下動かせるんで、こうベタ乗りしたい時と点乗りしたい時って指の使い方ちょっと違うんですよ。はい、違います。まあベタ乗りってほんとベタって置きたいし、書き込みたい時ってやっぱグッて力入れたいですよね。それを操作できるんです、靴の。なるほど、中で操作できるためにちょっとこうなそう、あと剛性を出すためもあるんですよ。あ、なるほど、そうなんですね。剛性を出すためにこういう形状になってるのがあるんですけど、先入観だと思う。やっぱ今までの靴がもうどこも隙間がない状態で入ってたと思うんですよ。でやっぱそういう先入観があるから、ちょっとでも隙間があると緩いっていう印象になるのかな、うん、なるほど、うん、それがゆえにこれができないとかはないです。そうですね、ないです。で一回それ履いて、まあもちろん試着会とか履いてもらえば、うん、言ってる意味分かると思うんですけど、まあ、僕履いてるから分かるんですけど。あとあれここメッシュになってるんですね、実はここ。そう、ここね、こうよく見ないと分かんない。そう、これパンチングメッシュになってて、はい、ここもね、最初ゴムで作ったんですよ、はいはい。通気性がね、そうなんですよね。結構ラバーを見ての通り、トーナッパーもラバーで結構覆われてるんで、もちろんここは空気通さないし、密閉性が高いんですよ、うちの靴非常に、はあはあ、でここをゴムにしちゃうと、もう逃げ場がないんで。確かにそうですね。いろんな意味で靴が死ぬんですよ、うん、なんでここのメッシュはかなりこだわって、これ触ってもらうとすごい 薄くて、いや、めっちゃ伸びるんですよ、ね、そう、指もこうやってやると見えるんですけど、こうやってやる、薄くて通気性もいいんだけど、はい、すごくこれこうみんな破けそうって言うんですよ。まあ薄いですからね。弱いから、これ破けないんで絶対大丈夫です。絶対破けない、破けないです。まあ今まで破けたことないですからね、うん、ちなみにこのソールって黒じゃなきゃダメなの、ソールって。まあ F1 のタイヤが黒い、まあそうですね。ってことは、あの色が最強ってことですよ、簡単に言うと。まあ、余計なもん入んないってことですかね。やっぱあれ色つけるために、他のものを混ぜ物するんですよ、ね、そうですね、余計なものが入るんですよ、ね、そう、どうしてもそのゴムとそのカーボンを混ぜて、耐久性とグリップを狙ってるところに、まあ、邪魔物じゃないですけど、はい、グリップを追求してないものが入るから、なるほど、やっぱり落ちます、必ず。そうですね、うん、確かに。まあ、天然ゴムは生ゴムってあそこからこう強度を出していくってなっていくとカーボン混ぜたりするんですよ、うん、なるほど。でも僕ゴムじゃないんでね。まあでもクライミングシューズのソールは黒じゃないと思う。まあ今ね、汚れないような
レンタルシューズとか、はいはいはい、結構メーカーさんが出されてるから、はいまあ、もちろんこれからの時代の進化で、色付きのソールでも、登れるとか、まあ、今サポートしてる選手が何名かいるんですけど、はい、ペラドラで山本圭太郎さん、山本圭太郎サポートしてる。あ、そうなんですか。違うあれは10年代の付き合いが優秀なだけなのサポートは一切してません。あ、そうだった。で、そういう子でどうしてもここをこうしてほしいとか、つま先のこのさっきの補強材の話とか、はいはい、こう変えてほしいっていうものはちょっとサポート選手に限っては結構柔軟に対応してます。そうだ、それがやっぱ国産メーカーの強みだと思うし、確かにじゃあ既製品しか提供しないよっていうスタンスじゃないんで、なるほど、右足だけちょっとこうこうしてほしいとか何でもできます。あ、じゃあテルアドラサポートクライマーはもう自分だけのシューズが作れるってことですか、ね、はい、ご要望があればだって俺ももうちょっと若かったら。そうっすね。いや、サポートクライマーでも本当に今発掘中なんで発掘中、我こそというかテルアドラ履いたことあってね、足型が合ってる子なんかは確かにぜひご連絡ください。うちらはそこまで探せないんで。確かに僕が探してまいります。ぜひじゃあ、これ聞いて大丈夫なの、今後どんなモデルが出るんでしょうか。まあ、せっかくクライミングチャンネルさんなんで。あ、そうなんですか。いいんですか。いいんですか。まああんまり出してないの。まあとしてはセカンドモデルが出ます。セカンドモデルが出る、はい、K01 の次が出るということですか。次っていう概念かどうかは、まあ、ちょっと出てからも楽しみですけど、ちょっとラストゼロから作り直して。あ、じゃあもうだいぶこれと違うってことですね。だいぶラストが違う、ラストが違うんで履き心地は履き感は全然違います。だから K01 どうしても足型合わない人でも結構いらっしゃったと思うんですよ、はい、試着会して、まあ、そういう方も次の靴はもしかしたら合うかもしれない。なるほど、いいんですかそんな情報。いや今ね、いや多分クライミングジムで僕と直接最近会った人は、はい、なんか見慣れない靴履いてるなとは思ってると思うんですけど、もう試作品履いてるんですよ。あ、川口さんがご自身でその開発段階のものを履いてらっしゃる。今履いてますだからロゴとか入ってないんで、はいはい、何にも入ってないプレーの状態ですけど、なんかオレンジ色の草履いてたらそれがパイソンみたいな色の草履いてるんで、パイソンみたいな、パイソンみたいなオレンジ色の、デザインももっと変えてきますけど。なるほど、川口さんに行けてそれ何ですかって聞いて、はいはいはい、で困ったらそれってことですね。そうですね、僕が金銀というかちょっと隠し気にしたら見られないように。なるほど、そっとこうチョークバッグとかでもみんな見てあげてください。じゃあ楽しみにしてますね。はい、ぜひまだそのぐらい。それはクライミングチャンネルメディア記事書いたじゃあですね、ペルアドラ評判ってグーグルで検索すると、うん、最近ついに一番上に上がるようになったんですよ。あ、見た、あれすごいよね。あれ何ヒット数なの。あれはそのグーグルの AI が評価した、うん、一番評価が高いページが上に来るようになったんです。評価高いで、その評価軸っていうのがその閲覧数であったり、その滞在時間であったり、滞在時間、そのそっから直に戻らないで、そこからさらにリンクに飛ぶとかで、要はそのユーザーにとって有益な情報かどうかっていうので評価されてるんですよ。いろんな要素が、すごいっすね。いやありがとうございます。ペルアドラって検索して、はい、今うちのホームページ上に出てます、はい、来ますけど、まあ、それを超えないでください。いや評価ないいやでもまあ変なこと書いてないからいいじゃないですか。いや本当になかなかのレビューがないからっていうのと、あと試着できる場所はまだちょっと少ないんで、そうです、履いてみたいけど履けないから、購入検討できないっていう意見結構多いんですけど、うん、そうですね、まあ、特にその九州とかはまだまだ試着会そんなに開催してないんで、ぜひその開催にご興味のあるジムさん、うん、ご覧になってたらペルアドラまでぜひメールでもフェイスブックでも僕の個人フェイスブックでも何でもいいんで、ぜひともよろしくお願いします。だそうです。前もすごいもうオープンな感じで、もう声かかったらいつでも行きますみたいな感じなんですか。僕ですか。はいはい。だそうです。結構でも本当に個人
Facebook やってるんですけど、本名でもちろん、結構 そこでやり取りをしたしてイベントやったりっていうことも実際あったんで、全然別にいつメッセージいただいても、もうじゃあ試し巻き会開催のことはどこからでも川口さんに届けばそうすぐにでも、はい、っていう感じだそうです。協賛にしかりイベントにしかり、そうですね、いろんな提案を、せっかく国内のメーカーで数少ないシューズメーカーなんで、はい、まあ、ドメスティックで一緒に盛り上げていけたらいいなと思うんで。いつもどのジムで登られてるんですか？あ、まあ品川のロッキー、うんうん、まあ、明けぼの橋のロッキー、はいはい、小木パン、はい、で家から比較的近いのがバム横浜、はいはい、新しいジム、はい、前、まあ、ピナクルって名前でやったんですけど、うん、バム横浜は結構近くて、行ってみたいジムとかイヤバとかはありますか？行ってみたいジム、行ってみたいジムはやっぱりこのメーカーになっていろいろね、全国のジムくまなく調べていくと本当にキリがなくて、うん、そうですよね、うん、取り扱い先の店舗であったりとか、そうそう、まあ、ね、物販やってるのかなとかも調べたりしていくと、ね、まあ、このジムすごいな、壁とか面白そうな課題だなとかいっぱいあるんで、いやもう行きたいジムはもうやっぱ、ね、フラットさんとか行ってみたいですね、はいはいはい、北はフラットさん、あとはプレマン、うん、とか、まあでも仕事ついでに行けるかもしれない。そうですね、はい、プレマン出張あると思うんで。でもやっぱあれなんですよね、うん、一般のクライマーからすると、うん、行きたくなるジムって大体インスタで見つけるんですよね。あ、そう、インスタの動画見てこう、あ、面白そうってなったらちょっと行きたくなるんですよ、うん、なるほど。だから最近アオロクとか、あー、アオロクさん、はい、あとどこだ、まあ、まあ、オギパンとか、うんうん、結構活発にインスタで動画上げてるところとかやっぱ目につくんですよね。あ、見てて楽しいっていうのもあるんで、うんうん、ぜひクライミングジム のオーナーの皆さんに SNS、うん、特にインスタのストーリーとかですかね、あー、ストーリー、やっぱ動画見るのは楽しいんですよ、うんうんうん、バンとかいう、うんうん、まだそういうの結構見てるんで、うん、僕もぜひやっていただきたいんですけど、うん、じゃあすいません、お忙しいところありがとうございました。じゃあそうですね、ぜひまたその次のモデル、あ、次のモデル、はい、次のモデル、はい、パイソン色の、はいはいはい、がもし出たら、はい、またお越しいただくかもしれないんですけど、なるほど、ぜひその時はまた、はい、あ、それか、じゃあ分かった、あれだ、サスケ制覇するか、完全制覇するか、新作が、新モデルが出たら、完全制覇、興味あります？絶対ないですよね。いや、僕が興味ある。僕が口実を作りたいだけ。完全制覇したらもうちょっといいこう会議室で、あ、会議室ってバラさない、会議室だね、貸し会議室でバラさないで、スペーシー使ってるってバラさないで。じゃあ、本当に完全制覇か、新作モデル出たら、うん、またはい、こちらこそお招きさせていただきますんで、ご視聴もよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、チャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとうございました。靴下も出てるんでよろしくお願いします。